はい、どうも、ステイハングリーズのマサです。伊藤です。お願いします。お願いします。待ちに待った FP が来ましたね。来ましたね。急でしたね。クラブセレクション通知報告なしに、はい、サプライズですかこれ。はい、ということで、まあさっきも言ったんですけども、はい、今回来てるのはトッテナムとアーセナル、はい、クラブセレクションですね。まあざっと選手見ていくと、まずトッテナムからやっぱりこの男、いや、ベルフワイン。ベルフワイン最近ね動画上げたんですけど、強いですね。昨日上げてますから ね何も知らず、まあ、強いっすよ、まあ、強化とかやっぱりねえげつないっす。ドリブル、まず鬼強化、全体的に3、4くらい上がってるのかな。元がめちゃくちゃ強いですからね。うん、スピシンもこの上がってて体強いですからね。もともと足が速くて体が強い、いいっすよね。決定力も4上がってる、これ嬉しいですね。今日は、個人的にダビンソンシャンダビンソン・サンチェス欲しいですね。左ウィングできるんですか。ユーティリティプレイヤーじゃないですか。いいっすよね。だから DMF もできるんで、それ金の通常金の状態でもね使ってたんですけど、いやマジ有能金だったんで、これ FP はねめちゃくちゃ強いと思う。足速くてディフェンス能力がめちゃくちゃ高い。1レベルでこれですか。強い、これはガチ強い。ジョバニーロセルロ、ロセルソロセルソですね。23歳若いですね。これも有能金でしたよね。結構もうバランス取れてますもんね。オフェンス能力、ボリコンドリー、パス高い、ヘッド力もそこそこあって、スピードもまあまずまずで、体もボディコンが高いと。レベマがすごい気になる選手ですね。確かに。でダブルダッチ、ルーレット確定度いいじゃないですか。でループ持っててミドルシュート、ワンシュー、ワンパ持ち、スルーパス持ってる、アウトスピン持ってる。強いな、これいいっすよね。多分使用感良さそうな感じがプンプンしてますけども、はい、まあ、トッテナムこのさ、このくらいですかね。じゃあ行きますか、トッテナムから。行きましょう。次アーセナル紹介するんで、まあ待ってくださいって。いやいや、クエンズジとダビド・ルイス見てるじゃないですか。いや同じ人じゃないですかこれ、やめてください。いや違いますね。行きますよ、はい、1回目。一番の欲しいの誰ですか。もうちょい何言ってるんですか。デレアリですか。ベルちゃんですよ。ベルちゃんって言ってるんですか。ベルちゃんっすよ。イングランドはこれはハリー・ウィンクスじゃないですかこれ。あ、ベルフワインじゃないですかこの黒さ。カモン、デレアリ、デレアリですね。さすが。まあデレアリね、最強デレアリ僕持ってるんで、今回は分かんないですけどね。今回は分かんないですけど、今回はちょっとどうなってるのかまだ全然情報がないんで。確かに。2回目いきます。ダビンソン・サンチェスもマサさん欲しい、欲しい。シンプルに動画関係なくガチスカに、そう、全然入ると思う。おっと、イングランド。いや、おこれはダビンソン・サンチェスじゃないですか。ダビンソン・サンチェスじゃないですか。ちゃんと顔見ましょう。はい、おこのモヒカンはこれは、あい、いいですね。これ紹介しましょう。無理、これ紹介は無理、さすがに。3回目、ベルフワイン頼むよ。はい、これでベルフワインだったら大勝利ですよ。頼むよ。おイングランド。お10番、あ、ケイン。あ、ケインですね。ケインは一番登場してるんじゃないですか、ドッテなので。まあ強いですもんね、ケインも。強いですね、間違いなく強い選手の一人。ミットが結構使ってます。僕はあまり使いませんね。いいですよ、本当に。いや、ニットさんが使ってるんで。ああ、気を使ってくれてたんですか。なんか面白くないな、かぶっても。確かに。次アーセナルですね。まあオバメは安定ですよね、絶対来ると思ってました。ペペ、ここも欲しいところ。あとは2回目ですかね、登場。エジル、エジルいいですね。ロもありますよね、ベテラン選手って感じ。ダビド・ルイスもいいですね。グエンデジ欲しいな、こんなだと。 あれ持ってますね。金の通常グエンデジしかないんで。ああ、この FP 欲しいな。強いよな。強いですね、アンカーだよね。守備も立ってきて、たまに上がってきてる強烈ミドルっていいんですよね。やめてくださいよ。なんでなんですか。やめなきゃいけないんですか。まあアーセナルは正直当たりっていうか欲しい選手あまりないですね。グエンデジぐらいかな、個人的には。持ってない人でオバメとかいいかもしれないですけどね。まあ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 合わないですかね、僕と。あ、僕とオバメ合わないんで。そうなんですか。ごめんなさい、僕はエイブラハムなんで。やっぱ好きですよね。ペペかな、ペペとグエンデジ、この2人ですかね。いきます、はい、1
番はやっぱフレンドジーですか。そうですね。即スキップするとなんかいいの出るみたいなのあるよね。あ、次2回ちょっと即スキップしてみますか。いやー、それはどうなんだろう、それ、ダメですか。どうですか、これ。これ誰ですか。背番号でわからないところ。お、これはペペシューがしないか、これ。ペペシュー、ペペじゃないですか、これ。若そうに見えません。ペペじゃないですか。はい、いったね、いいぞ。これ即スキップでグエンズジ出たら、はい、即スキップやっぱ優秀だわ。いきます、2回目即スキップ。バルボーザに似てません。確かにポジションが全然違うっていう。まあ、ちょっと弱くはないんですけどね。まあね、でもまあ今ね、センターバックめっちゃ強さが激しいんで。え、このまま3でしたよ。見なかったことにしましょう。3回目即好きですか。即好きじゃないですよ、見ていきます。あ、見ます。髪でわかりますからね、ええ、ダビド・ルイスかグエンドジですから。いるな気がするな。 おダビド・ルイスかな。あ、グエンデジかな。わかんねえ。ダビド・ルイスじゃないですか。ダビド・ルイスっぽいな。ダビド・ルイスでしたね。まあでも強いですからね。ダビド・ルイス結構欲しいんですよね。うん、いいですよね。いいですね、レジェンドって感じですよ。はい、って感じで延長3回6回ですね、引きまして、マニートの方もねもう引いているんで、はい、一応画像2つ並べておきます。こんな感じで出ました。エルフワインはねちょっと引けなかったんで、まあ通常でも強いですからね、別にね、持ってない方はね、通常あのエルフワインの動画見てもらえれば、最初の方には、ね、確定スカートも抜けてますので、はい、まあ欲しい人はねぜひそれ狙ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、この中で誰が登録するのかはお楽しみってことで、はい、来週って来るんですか。いやー来るんじゃないの、この感じで言ったら。じゃ毎週のこのガチャ動画もまたどんどん出していけるわけですね。そういうことですね。いいですね。ガチャ動画に関しては正直基本月曜日ですよね。そうですね、お互いのタイミングが合う日でやっていこうかなと、はい、思ってますんで、俺はそんな感じで、はい、もしよければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。